どうも、藤森チャンネルです。藤森です。ちょっと髪色いつもと見慣れなくてすみません。今日は、3年ぶりぐらいかな、レディオフィッシュライブの当日でございます。星君、はい、今ね、お客さんも入ってます、はい、ということでちょっとね、こちらがもう袖の今楽屋裏なんですけれども、はい、まあ、これからちょっと着替えて髪型セットして、はい、で、まあ、本番という形になります。楽屋、あ、シン君、あ、シンだよ。みんなもう見て、シン質の間にかすんごい、え、アートしちゃってるからね。えアートでさ、え、これ入ったんすか。入ってますよ。え、シンはまた綺麗な白い肌で、この肉体美よ、シンの。すごい、すごいから、シンは。お、すげえ胸。レディオフィッシュのマッチョ代表2人ですからね、この、はい、決まってるね、今日も。お腹出して、はい、お腹出して。お腹ちょっと最近、その、いや、でもシン、ひえ、見てこれ、洗濯物できちゃう。うん、うん、大好き大好きメンバー、シン。トイレ行ってきます。はい何ですか。いやいや、 YouTube 撮ってんだろ。撮らせてもらいますよ、そら。何回してんだ。ストックもそんなないんで、はい、ないっす。これも様子撮らせてもらいますんで、でも今日はね、うん、だってそういう普段の YouTube 大学や、はい、うちもチャンネルとも違った、このレディオフィッシュライブですから、これだよ。これがまたね、なんていうか、オリラジとも違う、いい持ち味が出せる場所なんで。結構オンで喋ってるね。何ですかいやいやYouTube 頑張ってんじゃん。頑張るのなんだ、 YouTube 頑張ってんじゃん、恥ずかしいやっぱどうレディオフィッシュあんまり知らない人も、うん、実際やっぱいるから、藤森チャンネル、うん、登録してくれてるけど、ね、このレディオフィッシュって何なのっていう。そうか、レディオフィッシュチャンネルとこれは違うもん、藤森チャンネルだもんね。そうそう、だから、まあ、言ったら2016年にね、パーフェクトヒューマンっていう楽曲があって、紅白歌合戦も行かせてもらってね、はい、で、あの曲だけは知ってるみたいな、そういう人多いと思うんですけど、うん、実はずっと活動してますし、すげえ喋ってんじゃん。あの曲ももう何十曲ってあるの、めっちゃオンで喋ってる。オンで喋ってる、なんださっきやめろ、そのオンで喋ってる、恥ずかしい。すごいオンでさっきまでまったりしてたけど、全然全然、それはもうまだ知らない人に知ってほしいから。藤森チャンネルの視聴者の皆さん、よろしくお願いします。はいはいはい、相方やらせてもらってます。相方のね、中田敦彦と申します。そこは知ってんだよ、みんな別にそ, そこは知ってんだよ、もう散々やって知ってんだよ。でもなんかあの、ちょっと横柄に映っちゃいけないなと思って、はいはい、ちょっと謙虚に。まあまあ、この間ね、そう、ご自分のチャンネルで人間力と謙虚さをね、そう、これからどうなんですか、その後。あ、その後、ね、ちゃんとそのスタッフさんの名前をしっかり覚えるようになって。ああ、まあまあまあ、大事ですね。あと現場に一番先に来て最後に帰るっていうのを例外して。あ、でもそれは大事だけど、片付けとかも大丈夫、ちゃんとその、やってますかでも出してない、大丈夫ね。あ、それをなんか、俺今こういうことやってるんだみたいなことどっかで言っちゃダメよやってる感出すな、うん、違う違う違う、ダメなの、人目気にしてやってたらダメなの。ダメなんだ。逆にむしろ目立たないようなとこでさらっとそれやってたら、あと、あとであの、今日もバカラのプレゼントあるから。あ、いや、いらないです、もうそんな、まあ、あの、下手くそなの過剰なんだわ。毎回バカラあげたら、もうほんとそのバカラおじさんになっちゃうから。バカラおじさんって何。そのなんかもう、バカラくれるおじさんって信用できないし。バカラくれるおじさん、毎回バカラくれるおじさん信用できない。信用できない。逆に何あげる人がいいの。いらないの、そのなんかプレゼント。違う、また勘違いしてるわ。違うんだ。そのなんか毎回あげればいいとかじゃない。プレゼントが聞くって聞いてたから、ね、今ディープラーニング中だから。おかしいなあっちゃん今。はい、翔平。翔平だ、よろしく。メンバーのね、もうあの演出系は全部、はいはい、やってます、翔平、はい、やってくれてる、もう翔ちゃん、はい、もう翔平はすごいんですよ。あの、例えば日誌とかね、やってますね、ウィンズとか、ウィンズ、はい、そういったツアーに参加して、はい、ダンス踊ったりとかっていう、はい、ドームとかも出てるからね。出てますね、もうすごいのよ、はい、本当に。本当に今日位置だけは気をつけてください。めちゃくちゃ怖いのよ、翔平はやっぱりあの舞台上で俺立ち位置よく間違えちゃうんだよ。はい、6人いてこのスペースだと1人間違えると通れないですよ。そうなんですよね。だから足引っ張られて、はい、すいません本当にね、いつも厳しくかつ愛情を持ってね。いや、でもすごいですね、やってくれるのか。俺、今回で僕ら18曲やるじゃないですか
長多いのよ今回これ、メインボーカルで一人でずっと歌ってる。いやいや、まあみんなで歌う曲もあるけどやっぱちょっとね、喉は本当にちゃんとボイトレとかやっぱ行かれて、はい、ケアされてるんですよね。ボイトレまでは行ってないんですけども行ってないすいません散々でずっと翔平には行け行けって言われてるんですいや、しゅうさんポテンシャル高いからもうやっぱ行ったら絶対もっと上手くなる。まあそうね、ちょっといつかそういうのもやってみたいなと思いつつ、いつかじゃない、はい、すぐ行って分かりました翔平くんはね、はい、本当に演出もそうだけどやっぱおしゃれの、俺のおしゃれの見本としても参考にさせてもらってる人だから見て、おしゃれアート見て、なんかすごいんだよね、うん、なんか心電図みたいなのなかった。心電図こっちですね。これねどういうことこれ、うちの息子の2人の心音が子が生まれる前のお母さんのお腹の中にいる時のエコー写真で初めて見た心音を書き取って、めちゃくちゃおしゃれなことして、うん、ベッカムとほぼ一緒のことやってるからベッカムも子供の名前確か入ってるね、で子供の心音入れてんでしょ、はい、入れてますね、心音すごいよ、お誕生日と。そう、思いつかないっすよこれ、うん、僕というかコラボしてください。翔平とカズキくんがやってるカズキの種っていうね、はい、まあ主にダンスを中心としたチャンネルなんですけど、はい、めちゃくちゃ人気なんですよ、はい、だってインスタのリールとか TikTok めっちゃ流れてきます。あ、本当ですか。でちょっと踊り企画みたいので、そうそう、僕らダンス企画にぜひ一緒にやってください。逆にお力借りていい？全然やりますんで、はい、お願いします。ちょっと忙しさが抜けたら、はい、ぜひお願いします。ぜひ、翔平でした。はい、俺いつもさ、乃木坂とかのライブ見に行ったりとかさ、はい、ちょっとね、こんばんは、彼は触れずに、なんで？なんで？触れてよ。リヒト、こんばんは。はい、リヒトもね、いろんなことやってます。ダンスはもちろんですけど、いろんなことやってね。最近そうっすね。まあそれこそ僕ともサウナ関連で一緒にお仕事したりとか、はい、シンゴさんが MC やってる番組に、サウナドリンク、あ、ととのみっていうサウナドリンクやってます。はい、はい、これがなんかオーガニックの、あ、そうです、オーガニックシュガーとかオーガニックハーブを使った、はい、オーガニックだけの飲み物で、結構美味しかったですね、飲んで。ぜひサウナドリンクビジネスもやったりとか、はい、いろいろやってんだよね。そうなんですね、サウナドリンク始めたらなんか次蜂蜜も売ってとか。それなに、元気になるやつ。元気になる蜂蜜。元気になる系。元気になる系。ちょっとちょうだい、今度。あ、もちろん試させて、うん、今日あります。あ、本当だ。カンボジアで僕の友達が蜂蜜取りって、はいはいはい、で、なんか情熱大陸って言ってて、それで、それをなんか販売手伝ってって言われて、やっぱリヒトってね、なんかそういう元気なイメージあるもんね。元気っすね、その上も下も、はい、いや、おかしい、うん、ちょっと待って、めちゃめちゃフィッシュボーイって結局ね、そのダンス変態なのよ。本当にびっくりした。フィッシュも本当一番尊敬するとこ、もうとにかく時間があればすぐに本当に踊りのことを考えてね。今日ちょっとね、そうなんだね、はいはい、毎回映り込んでこなくていいんだよ。そうだろう、今一人ずつやってるから。いや、でもじゃない、ギャラはもらえるんだよ。ギャラ？いやいや、ギャラなんかないですよ、これ。あ、やばいね、人間力人間力。あ、ちょっとごめんなさい、見た、皆さん、視聴者の皆さん、はい、本当に今人間力どうだった？すいません、ね、視聴者の皆さん、私が、今やってしまったことっていうのは、はい、本当に気が動転してやってしまったことでね、一番危ない、気が動転してボール振るやつ一番危ないから。でもギャラもらえるんですよね。あ、あげないですよ。人間力、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 本当に人間力。いや、何がですか、一番正しい今ツッコミの言葉ですよ。あ、難しいですね、人間力。すいません、フィッシュボール、フィッシュ、ダンス、あっちゃんのね、弟のフィッシュが本当にいつもね、うん、レディオフィッシュライブの時直前までずっと一人で活動して、だって世界大会優勝の実力者なのに、かつてね、それでもね、はい、飽くなきこのダンス、はい、今日はね、普通にヤバいだけですちょっとね、はい、まあ、ライブもそうだけど、フィッシュは今ダンスの監督もやってますから。そうそう、 D リーグってダンスのプロリーグのね、はいはい、サイバーエージェントっていう会社のチームの監督させてもらって優勝させていただきました。本当に感謝ですね、世界大会ね。こういうとこ振ってくれるとこ、はい、人間力すごい高いですね。人間力素晴らしい、人間力、はい、人間力養い人間力養い
お疲れ様です。高木さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様になってます。なんか今日わざわざ。なってます、おかしいじゃん。髪型を作るのに、はい。やってくれるっていうか、そんなスペシャルなことないよ。ほんとに。はい。怖っ。え？はい。ごめんね。頼むね。わざわざセットのためにね。動画、あっちゃんも見てですね。めちゃくちゃいいじゃんか、あれ。ありがとうございます。嬉しいっすよ。前髪下ろしたら女性に受ける、はい、そこから下ろしてみたんですけど、 あっちゃんがね、はい、で下ろしてやったのが提言だった。その動画で使うなよ。全然受けがね、上がらなくて、女性受けとかじゃないんだよ。あの動画は、その動画ね、関係ないんだよ。髪型ではちょっとごまかしきれない。誰に受けるすみません、ちょっとお前から下ろしてたんだ。あの時なんであっちゃんさんは下ろしてるんだろうと思ってた。あれ、女性受けを狙ったんですけど、行動が止まらなかったんです。国民がさ、受ける。これ一応、持ってきたから。あるか。それを持ってきた。オーシャンのワックス、スプレー、いろいろある。全部持ってきてる。デプロナイザー。うん、違う。あ、違う？うん。あ、オーシャンのやつ？これもまた違う。オーシャンのやつ今作ってる。ドライヤーぶっ壊れちゃったさ。ね、言ってましたね。今日ちょっと見てくるでしょ。は？嘘でしょ。見てって。見てく見てく。軽く。見れるのかな。いや見るよ。上に行けば多分。関係者席上にあるから。翔平。あ、タグヤ来ています。翔平です。お願いします。なんか、はい。なんかもっと、はい、はちゃめちゃにしていただいて。いや、はちゃめちゃにしてるんですよ。めちゃめちゃかっこよくしてもらうから。片方だけに片方いや、いらないね。今日はあ、鮮度憧れてるって言ってた。鮮度いらないよ、今このままいけばいけるか。鮮度いらないの、ね、ギリギリ。あ、でも宮城でもいいか。宮城はもうパーマかけなきゃダメじゃん。あー結構あっちゃん会えた、俺テンション上がったな。マジで？うん、それ喜べ、あっちゃん。嬉しい嬉しい。緊張？緊張する？多少はやっぱするよ、それ。久々なの。はい、女の子のお客さんが頼むね。女子多い。ほぼほぼ女子。ほぼやばいね。上がるね。じゃあ明日黒染め、はい、やばもったいね。いや、かっこいいね。この生き様が。もうファンの人たちは、しばらくそれでいてよって言ってるので、なんか仕事的に。まあね。え、ファンの人たち、うん、知ってるんですか？あの、チラッとね、チラッとだけ、あの帽子かぶってたけど。あ、見せた。ちょい出し。インスタ見てますもん。翔平のね、めちゃめちゃね。今日だって劇イケイケがいいんでしょ。イケイケですね。もうステージ映え映えの、もう普段の藤森のことは一切忘れてください。そうっすよね、うん、ドラゴンボールすごいな。んでやってる途中マジ全然どうなるか分かんない。なんかすげえ跳ねてんなとかいろいろ思うんだけど、最後完成してみるとめちゃくちゃかっこよくなってるんですよ。カッコつけていこうぜ。カッコつけようぜ。あ、カッコつけようぜ。あの小栗旬くんのCM のセリフね。カッコつけようぜ。髪切って人生変えろ。いいねいいね。でしょ。そうそう。あ、二代目俺でしょ。小栗旬の次俺でしょ。旬の次。うん。荷が重い。小栗旬さんの後盛り。確かに。聞いててタクシー。いつも。聞かされてるよ。いや、あのお客さんの声がまた入ると違う。また違う。ゴルフの帰りいつもタケヤが眠そうになったら全力でパーフェクトヒューマン歌ってるから隣で、うん、距離近いもんね。運転してくれてるから。うまいんだな。それテレビで見てたわ。この間赤西くんのライブな、一緒に見に行ってたかな、うん、また違った感じで楽しんだよ。私もあれでね、代々木第一でもう1万人以上やってるのか。1万人ぐらいいる。かっこよかったな、ジェイアカネシ。かっこよかった、うん、
上げてから下ろすんだね。でもこのさ、長さ、案外こう普段別に何もつけない時もパッと落ち着きがいいセットがしやすい、うん、この長さ、うん、で黒にした方が絶対ウケいいと思う。マジ、うん、この長さしたことなかった。スタイリングがめんどくせえなと思ってたけど、長いよりこっちの方がいいですか、うん、これぐらいでずっとキープしようかな。長さなんかこの横カットがいいんだ。受ける、受けちゃうかもね。爽やかだよね、うん、チート使っちゃってんね。すごくない？高木さんにもうちょっと俺のオールバック固めてもらおうかな。いや、オールバックやりようないよ。あ、やりようないの、うん、オールバックとかやったことないから。高木さんでもオールバックやりようないから。オールバックやりようないから。すごくない？ CM 撮影の今日、はい、今日18曲ね、持つように固めてもらってます。じゃあ一回メガネ取ってください。キッチョンにかける。さああと30分だ。いやーすごいね。アイドルになってきます。今アイドルなれた、なれた。今日一日だけアイドルになっていい？アイドル気分で。めちゃめちゃいい。タグありがとう。頑張ってください。すごくない？素晴らしい。めちゃめちゃかっこいいです。ありがとう。頑張ってください。出張で来てくれました。ありがとうございました。ちょっとライブ見て、ね、楽しみにしてます、うん、頑張ってください。あっちゃんと喋れてテンション上がって、本当に嬉しいです。いないと、日本にいない人のイメージ。シンガポールだからね。本当に相方もありがとうございます。本当に何かありましたら私もそれがめちゃくちゃ便利です。夏は、あと日傘、はい、その3、もう三種の神器みたいな。腰扇風機と首と腰とあとは日傘、完璧です。これ全身、はい、大事です。下見たらどうなっちゃうんでしょう。違います。こんな格好やっぱできないからね普段。すごいね。すごいっすね。すごいっすね。アイドルになった気分です。嬉しいですね。ケツさんが作ってくれたこの衣装ありがとうございます。めちゃめちゃこの短期間でこのね衣装を発注して作ってくださいまして、本当にめちゃくちゃかっこいいっす。王様のブランチを見ながら、はい、作ってました。ブランチインスパイアです。そうです。いやでもこれマジでかっこいい。この赤と黒で今日もサウナに行ってらっしゃるんだと思いながら、はい、行ってます。今日もこの後多分行くかな。整いにめっちゃかっこよくない？うん、いやいいっすよ。こういうね、普段見れない藤森が見れるのもこのレディオフィッシュライブの見どころの一つですから、はい、こういうの見に全力で楽しんじゃうっていうね、はい、40になってもこんなことさせてもらえるわけ、これもライブしかできないから。よし、毎回いきます。はい、ああこうなっちゃうか。ちょっと露出が何秒かかかるのでフリーズしてていただいていいですか。めっちゃいきます。はい。ちょっとこう。やめだよ。厳
しい国なんだね。続いて配信でご覧の皆様への注意事項をお伝えします。落ち着かないね。あと3分ぐらい。緊張はしてるよね、うん、久々だしね。コロナ中一切ライブできなかったしね。トビちゃん、はい、落ち着かない。組まないでください。どう、久々でしょレディオフィッシュライブ。組まないでください。どう、楽しみ、楽しみ。え、はい、頑張ってください。いや、一言じゃんね。いやいやいや、そうですよ。だいぶ私はステージ立ちたいです。どう、今日のこの髪型いいっしょ。どう思います。え、めっちゃかっこよくないですか。かっこいい。いや、もったいないですよね、これ一日で。え、でもこれでブランチはやばくないですか。いやいや、明日戻すから、黒。え、ちょっと誰に似てると思います、小池さん。え、誰に似てると思いますか。こんなこと言ったら、まあちょっと本当にファンの人には申し訳ないけども、はい、イメージ、キングアンドプリンスでやらせてもらってますから。おー、はい、でも誰ですか。いやいや、小池さんの聞きたいです。なぜか、佐藤健さんじゃないですか。あー、まあ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 、ファーストラブ、やぶさかではないね。いやな、トビちゃんは、おこがましすぎます。トビちゃんは、あのスピードワゴンの小沢さん、ぶっ飛ばしてやろうか。ちょ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 、どうですか。小沢さんに失礼になっちゃった。いろいろ渋滞してちこっちゃう。ぶっ飛ばしてやろうか。いや、ちょちょちょ、え、どう思います。スピードワゴンの、いや、どう思いますじゃない。そう言われたら俺もさっきからもう鏡見たら小沢さんにしか見えなくなってきて、トビちゃんが言うからさ、袖でずっとニヤニヤしてさ。そんなことないです。え、そんなことない。そんなことないですもん、おかしい。そんなことないです。小沢さんに対して失礼になっちゃった。あ、そうだ、いろいろ難しくなっちゃう。すみません、ごめんなさい。ナベプロのマネージャーさん、ずっと後ろに立ってください。本当に後ろに立ってください。こっち行きます。行きます、すみません。あ、じゃあ、すみません、失礼します。ちょ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 、ちょっとね、久々のなんでですか。レディフィッシュラインズのちょっと気合いのところが。おー、いや、ちょっと、いやいや、私じゃないです。あっちでやってください。後であっちはあっちやるから。チーム藤森、おかしいですね。2人でやってますけれども、またライブにこぎつけることができました。よろしくお願いします。うっす。今日差し入れとかね、入れてくれて、お団子とか大福とか。優しいよね、とびちゃんね。優しいです。じゃあ頑張ってくるわ、はい、かっこいいとこ見せるわ、とびちゃん、はい、かっこいいとこ見せる。お願いします。うん、落ち着かないね。大丈夫。はい、かっこいいぞ。緊張するね。久々の才能もあるし、持てたらね。楽しい、楽しいね。楽しいのは分かってるんだけどね、やっぱいつもね、この舞台出る前に緊張するね。なんかさ、こうやって暗いステージで2人でいるのすごい久しぶりだ。懐かしい。ルミネとかの時、劇場の時は大体こうだもんね。前の人のネタ見て、そうそうそう、俺の背中バンバン叩くんだな。よし、でもデビュー撮りだよ、これ。こうやってさ、緊張してきた、緊張してきたっつって、よし、行くぞーっ。デビュー1、2年ぐらいだよな。まあそうね、漫才、だんだん慣れてきて、そうはしなかったけど。いや、でも新ネタの時とかやっぱ緊張して、まあ、緊張してたね。新ネタかける今日も結局新曲だから緊張すんだよ、はい、時間とか。お客さん楽しんでくれたらな、いいな。ちょっとやそっとのミスは関係ない。いや、そうだよね。お客さんが見たいのは俺たちのパッション。おっしゃ。パッション。スマイル。ファイブ。エナジー。エナジー。ちょっといくぜ。よっ。レディオ。フィッシュ。4年。生きがいいぜ。生きがいいよ。4年ぶり。4年ぶり。ぶちかませ。よし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 よ
はい、はい、じゃあ30秒間で間もなくでーす。はい、はい、ようこそフィレッジへ。